皆さん、こんにちは。本日の昔の人はすごかったチャンネルでは、17世紀のクレイジージャーニー昆虫画家マリア・ジビーラ・メイリアンの魅力に迫ります。大航海時代直後の1699年、昆虫を観察して絵に描くために、彼女は52歳にして全財産をはたいて娘と共にヨーロッパから南米の熱帯雨林に乗り込みました。多くの人が昆虫は土から自然発生すると信じていた信仰と科学が微妙なバランスをとっていた時代に、昆虫に魅せられ、絵画と珍品収集で事業を立ち上げ、アメリカ大陸への冒険を成し遂げた女流昆虫画家の人生を、彼女の美しい絵とともに探求しましょう。マリア・ジビーラ・メイリアンは1647年、ドイツのフランクフルトにて、ヨーロッパで有名な画家マテウス・メイリアンとヨハンナ・ジビーラ・ハイムとの間に生まれます。父のマテウス・メイリアンは54歳の時にできた子供であるマリアをとても可愛がったそうですが、マリアが3歳の時に亡くなってしまいます。その後、母ヨハンナは今度も画家のヤコブ・マレルと再婚します。幼いマリアは毎日ヤコブの工房で過ごしながら筆を洗ったり顔料作りを手伝っていましたが、ある日ヤコブはマリアが絵がとても上手なことに気づきます。そこからヤコブは他の弟子と共にマリアに絵を教えるようになりました。当時画家になるには工房に弟子入りし、その後いろんな工房を修行して回る必要がありましたが、工房修行は男性にしか認められていませんでしたので、実質女性は画家の娘くらいしか画家になることはできませんでした。マリアも他の工房に修行に行くことは許されませんでした。またヤコブ・マレルが生物画の画家であるということも非常にラッキーでした。絵にもランクがあり、最上級の絵は歴史画、宗教画でした。歴史画、宗教画は男性しか描くことが許されませんでした。また油絵も男性だけに許された絵画でした。女性が描けるのは水彩の静物画だけだったのです。ヤコブ・マレルは静物画として花の絵をよく描きました。そしてマリアに昆虫を取りに行かせました。マリアはこう語っています。花の絵を描くときには、芋虫や夏の小鳥のような小動物を添えて、風景画のように描くことを勧められた。それがお互いを生き生きと見せるのだと。虫を捕まえて絵を描いていたマリアですが、あくまで花の絵を引き立たせるために、虫の絵を描いていた父とは違って、虫そのものに興味が惹かれていきます。虫たちがどのようにして生まれ、いかにして育つかに興味を持ち、生きている虫を観察して絵にすることを愛しました。13歳のマリアは決心します。社会生活はさておき、私はすべての時間を昆虫の観察と絵画の腕の向上に捧げよう。一匹一匹の違いまで写生でき、自然の中で生きている様をありありと描けるようになるために、私はフランクフルト周辺で見つけられるすべての虫を採集し、できる限り正確に紙に写した。マリアは家の周りで芋虫を捕まえては木箱に入れて飼い始めました。そして芋虫たちが蛾や蝶になる様子を一匹一匹観察して、言葉と絵で観察内容を記録しました。現代の私たちからすると、昆虫が好きなら飼って観察するのは当たり前と思うかもしれませんが、当時としてはかなり珍しいことでした。まず虫が卵から孵化し、芋虫になり、さなぎになり、成虫になるという変態に関して研究所は一冊もありませんでした。それどころか虫は無生物から発生するというアリストテレスの自然発生説が信じられており、ウジは腐った肉や果物から生まれる。ハエは古い雪から生まれる。ウジとハエは違う生き物だなどと考えられていました。
マリアが生きた時代はアリストテレスをはじめとした言葉による思考の権威が薄れ始め、マリアのような当時の大学教育を受けていない好奇心旺盛な人間によりありのままを観察し物事を理解しようという実験観察による科学がまさに発展しようとする時代だったのです。そして彼女は気づきます。あの美しい蝶や蛾はなんと芋虫から出現する。芋虫の変態は神の無量のお力とこんな小生物への不思議なご配慮を賛美せずにはいられないくらいに多く起きるのだった。1660年、マリアは13歳にして昆虫が変態することに気づきますが、変態についての研究書が世に出版されるのは9年も後の1669年になります。こうして昆虫観察と絵の腕をめきめきと上げていくマリアでしたが、1665年、18歳で継父ヤコブ・マレルの弟子、ヨハン・アンドレアス・グラフと結婚します。3年後に長女ヨハンナが生まれ、さらに2年後、独立してニュルンベルグに移り住んだ画家夫婦の結婚生活は最初は非常にうまくいきました。グラフは工房を持ち、マリアも自分の技能を活用して家計を助けました。マリアは乙女の一座という集まりを作り、近隣の少女に草花の描き方を教えました。実力に加えてジップマテウスの名声もあり、上流の少女たちを中心にかなりの数の生徒がおり、貴族の娘も生徒にいたそうです。こうしてニュルンベルクの上流社会で名声を高めたマリアは、乙女の一座の生徒とその家族からの後押しもあり、1675年に初めての花束を出版します。絵画や刺繍のお手本にするための全12枚の画集でした。表紙にはマリア・ジービラ・グラフ、マテウス・メイリアンの娘と書かれています。あのマテウス・メイリアンの娘の絵なら一つ見てみようかという宣伝効果がしっかり狙われています。こちらの本はシリーズ化されるほどヒットしました。1677年にもう一つの花束、1680年に第三の花束、さらに3冊の内容をまとめた新しい花の本も出版されました。これらの出版で自信をつけたマリアは、1678年、二人目の娘、ドロテアを出産した翌年、結婚してからも欠かさず続けていた、個人的な昆虫の研究成果を世に問うてみようと。芋虫、その驚くべき変身と、花々から得る得意な食事、通称、芋虫の本を出版しました。観察結果に基づき、芋虫の変態過程と、その芋虫の餌である植物の絵が描かれており、それぞれの絵には、彼女の観察結果の解説が書かれていました。初めての花束が12点の画集でしたが、芋虫の本は50点もの絵が用意されました。マリアは本の序文に、夫の許しを得た上で働いている、まだ解明できていない問題については、男性の学者の皆さんにお任せすると女性であることを謙遜しつつも、友人のクリストフ・アーノルトに書いてもらった、同時代の学者に肩を並べる書物を書き上げた驚くべき女性という賛辞の詩を載せて、この本は科学的な研究書であると示しました。当時女性が科学的な書物を出版することはありえないことでしたので、虫など研究に値するものではないという世間一般の見方があったにしろ、非常に大胆な出版でした。当時生態学という言葉はありませんでしたが、マリアが生活環境を丸ごと直に観察し、特に植物と動物の関係を研究する生態学の世界で初めての研究者になった瞬間でした。マリアが編み出した幼虫、サナギ、成虫とその餌を同一画面上に描く構成は、後の昆虫画家たちに大きな影響を与えることになります。芋虫の本も第2版が出版されるヒットとなりましたが、夫グラフとの結婚生活は、この時期にはどうやら冷え切っていたようです。1681年、継父のヤコブ・マレルが亡くなり、マリアは娘たちと共にフランクフルトに戻り、未亡人となった母ヨハンナと暮らします。
そしてニュルンベルクには戻らず1683年フランクフルトで芋虫の本第2版を出版しました。夫のグラフもフランクフルトで一緒に生活して出版を手伝いましたが、1685年一人でニュルンベルクに戻っていきました。マリアは虫に関しては几帳面に記録に残すのですが、私生活に関する記録はほとんど残していません。ただこの時代、結婚した女性は40歳までに10回から12回は妊娠するのが当然だったそうです。今の時代からするととんでもない数ですね。それに対してマリアは2回しか妊娠していないので、その点から見ても幸せな結婚生活ではなかったことがうかがえます。当時は離婚したくても女性の側から離婚をするのはとても大変でした。妻の法的な代理人は夫であり、妻は法廷に立てないので、妻は自分の代理で法廷に立ってくれる男性を探すしかありません。そしてやっと代理人を見つけたところで、裁判所は既婚の男性だらけなので、妻が別れたいという離婚話を後押しする人はほとんどいませんでした。マリアは離婚したかったようですが、グラフは離婚する気がありません。そこでマリアが取った手段は、ラバディ教団というプロテスタントの宗教的共同体で共同生活をするという手段でした。母と娘2人と共に義理の兄がすでに加入していた宗教的共同体に参加し、オランダ北部フリースラント州ウィーウェルトのワルタ城で共同生活を送ります。手持ちの財産のほとんどを処分する必要がありましたが、それほどまでに夫と別居したかったようです。夫グラフがワルタ城にマリアを連れ戻しに来たことが一度ありましたが、マリアは新人者と不新人者の婚姻の絆は認めないとラバディ教団では言っているではありませんかと周囲に話して、娘に会わせることもなくグラフを追い返しています。しばらくしてグラフはニュルンベルク市に離婚届を出します。離婚理由は妻が自分の元を去りラバディ教団に参加したでした。ドイツで離婚が珍しくなくなるのは、これから100年の時を待たなくてはいけません。ラバディ教団での共同生活は自給自足で、勉強、労働、祈りとなかなかハードだったようで、マリアの昆虫研究記録は2年ほど途絶えますが、その後また彼女は昆虫の観察に夢中になる毎日に戻っていきます。ラバディ教団の厳しいながらも静かな毎日は、夫と別れるだけでなく昆虫に没頭するにも良い環境だったのでしょう。そしてこのラバディ教団でマリアは運命の出会いをします。それは南米の国スリナムでした。ラバディ教団は自分たちの信仰を新世界に布教するために宣教師をスリナムに派遣していました。スリナムはイギリスとオランダが領有権を争っていた土地で、第二次英蘭戦争の終結の時にオランダがマンハッタンと交換で手に入れました。ちなみに戦争に勝ったのはオランダです。当時は何もないマンハッタンより砂糖が取れるスリナムの方が重要と考えられていました。スリナムでのラバディ教団の布教はうまくいかなかったようですが、その不平の手紙とともに送られてくる昆虫の標本、爬虫類の剥製、加工された果物にマリアは魅せられました。ヨーロッパではもう新しい虫が見つけられないと悩んでいたマリアにとって、スリナムの昆虫はどれほど魅力的だったでしょうか。ほどなくしてラバディ教団は離散することになります。スリナムに派遣していた総督ソンベルデークが現地の反乱で死亡。本拠地のワルタ城でも財産の共有に不満が出だしたのです。最後にはダメ押しでワルタ城で何かの伝染病が蔓延。母親ヨハンナの死もあり、マリアは1691年の夏にアムステルダムに移り住みます。5年の共同生活でした。共同体の一員で亡くなってしまい、人妻でもなく未亡人でもない女性が一人で身を立てていくには大変な時代でしたが、
当時、ロンドン、パリに続いて、ヨーロッパの第三の大都市で、芸術、科学、出版の中心地であったアムステルダムはマリアが生計を立てるには、うってつけの芸術家に恵まれた都市でした。前世紀は過ぎていましたが、東インド会社の貿易により経済は発展しており、装飾品の需要は多く、中流階級の人々も肖像画や静物画を求めましたし、動植物標本は収集家により高値で取引され、収集家はそのコレクションを絵に残したがりました。そしてオランダは女性でも事業を営むことが認められており、ドイツより非常に寛容な社会だったのです。オランダにはプロとして活躍する女性芸術家がすでに存在しており、マリアにとっても非常に心強かったでしょう。マリアは再び父の名前をまとい、マリア・ジビーラ・メイリアンと名乗り、自らの工房を立ち上げます。二人の娘、ヨハンナとドロテアも工房を手伝いました。マリアの描き始めた絵をヨハンナとドロテアが仕上げることもありました。母娘で協力して生産スピードの上がった絵は収集家や博物学者から評判になります。メイリアンの絵画の線描画の精密さはすごい。収集家からの依頼が舞い込み、収集家のコミュニティにマリアは入り込んでいきます。解剖医、臓器アーティストのフレーデリク・ライシュ。ちなみに娘のラッヘル・ライシュは有名な画家でした。陳列庫が有名なレヴィナス・ヴィンセント。アムステルダムの市長であり、東インド会社の運営者である大物政治家ニコラス・ウィッツェン。異国の植物を集めた庭園を持つ勇敢マダム、アグネス・ブロック。彼女の庭園でマリアは生まれて初めてパイナップルを見たといいます。収集家は収集品を陳列する場所を好奇心の飾り棚とか脅威の部屋と呼び、棚に飾り付け来客者に自慢するのでした。母子の絵画制作の収入に加え、マリア自身も珍しい動植物の標本を仕入れて売買、交換することで稼ぎを増やしました。マリアは画家、昆虫学者に続き、事業経営にも成功するのです。アムステルダムに来て8年、マリア・ジビーラ・メイリアンは成功した女性画家として名を馳せていました。ただ、マリアのライフワークである昆虫の観察に関しては満足していませんでした。オランダでは他のどの土地にいた時よりも、沼地や荒れ地に生きるものを見つける機会に恵まれませんでした。南米の動植物の標本を眺めながらマリアは思いました。オランダにいながらにして私は東西インドの国々から人々が持ち帰った生き物たちの素晴らしさに目を見張らせられた。しかしながら、イモムシはいかにして自分を蝶に変身させ、さらにはそこで何が起きているのか。そういった詳細を伝えてくれるはずの要素が標本からは欠落している。こうしたことのすべてが私を長くて費用のかさむ旅を企て、アメリカのスリナムへと渡海するよう奮起させた。観察のために。アムステルダムの波止場を行き交う帆船を見ているうちに自分だって南米に行ける。と思ったのではないでしょうか。そして1699年2月、アムステルダムカレント紙に次のような広告が掲載されます。卓越して美の喜びと好奇心に満ち溢れた。マリア・ジビーラ・メイリアン作品集。貴重な草本と花器と果実。どれも食べ物、植物の上に描かれた変温動物の観察で構成。すべて水彩色、極めて美しい天然色、羊皮紙、2つ折半。30年以上をかけて、東西インドからドイツ、オランダ、フリースラントに莫大な資金と努力で集められた植物や動物が253用、他に商品が2点以上解説付き、解説付きで彩色されたアイヒシュテッドの庭完全版と、版画の同源版100点もあり、自身の作品と収集した品を売り払って旅費にするためです。マリアは52歳、普通なら孫に養ってもらうか、蓄えた資産で隠居する年ですが、マリアは財産を売り払い、未開の地への冒険に旅立ちます。出発前に衣装をしたためての出発でした。
1699年6月、マリアは21歳になった娘のドロテアと二人でスリナム行きの商船に乗り込み、3ヶ月の航海を経てスリナムに到着します。スリナム行きの帆船の乗客は、プランテーションの家族、行政官の家族、東インド会社で働く人、修道所、あとはヨーロッパから南米に逃れて何とか再起しようという植民ばかりで、南米で昆虫観察というフィールドワークをするために乗り込んでいるのは、メイリアン親子だけでした。生態学の父と言われるフンボルトが1799年、進化論を唱えたダーウィンが1831年にヨーロッパからフィールドワークの研究の冒険に出発していますから、それよりも100年以上早い出発になります。マリアは世界初のフィールドワークの研究者となったのでした。スリナムに到着したマリアとドロテアはまずは首都のパラマリボで暮らします。ジャングルにまで行かなくても、スリナムの都市であるパラマリボも見たことのない昆虫、爬虫類が溢れていましたし、ジャングルは当時も今も近づくだけで大変な場所です。カヌーで川を登り、藪を切り開かなければジャングルに入ることもできません。スリナムに渡ったヨーロッパ人でそんなことをしようとする人は一人もいませんでした。スリナムに来て砂糖以外のものを探す奴がいるなんてと言って、プランテーションの主たちはマリアをバカにします。そんな中、マリアがジャングルに探検するために頼ったのは、マリアの家にいた召使いの奴隷と先住民たちです。マリアは彼らのことを奴隷、私のインディアンと呼びました。マリアが奴隷制反対論者であったかどうかはわかりませんが、当時の多くの人が奴隷や先住民を野蛮人とあざけりましたが、マリアが彼らを野蛮人と呼ぶことはありませんでした。マリアは奴隷、私のインディアンと心を通わせることでジャングルに案内してもらったり、珍しい虫を集めてもらったりするようになります。心を通わせた奴隷からマリアはこんな話も聞いています。アメリカ先住民の女性も、ギニアやアンゴラから来た女性たちも、生まれてくる子供が奴隷にならないように、このクジャクの花の種で中絶をするのだという。奴隷の女たちに向けられる扱いは通常ひどく無慈悲なもので、そのために自分自身を死なせる者もいる。そうすれば自由になって自分の国で友人たちと過ごせると考えるからだ。そのように彼女たちは私に話してくれた。昆虫に関しては雄弁なのにその他のことを語らないマリアですが、奴隷については次の記載を書き残しました。絶望のあまり自ら命を絶つような行為に走らないように、奴隷は慈悲深く扱わなければならない。スリナムは昆虫の宝庫でした。現代の研究でも1000万種以上の昆虫がいると推測されています。1時間歩いただけでヨーロッパに生息するすべての蝶の倍以上の種類を見つけることができ、毎晩灯している部屋のろうそくには20匹程度の蛾が飛び交い、2つとして同じ模様のものがいない。一度見つけた蝶と同じ種類を再び見つけることができる保証は全くない。ヨーロッパで昆虫の生態について分かったと思ったことを覆してしまう昆虫が毎日次々現れるという始末です。マリアは夢中になって昆虫を観察し、また珍しいカエルの観察や、現地の果物や植物の観察もしています。家の中できると部屋中に香りが広がるグアバ、パパイヤ、パイナップル、現地の人が薬として利用している植物。砂糖にばかり気を取られたヨーロッパ人がその使い道を知ろうとしないことをマリアは再三嘆いていました。木々に密生したトゲやイバラを奴隷に手斧で切り開いてもらい、後に続いて探検、観察。捕まえた虫を持ち帰り、家で飼育する。そんな昆虫パラダイス生活は2年続きました。本当はもっとこの生活を続ける予定だったのですが、マリアは熱病にかかってしまったのです。
マラリアか黄熱病なのか分かりませんが、これらの熱帯雨林での伝染病に対してはヨーロッパ人は免疫がないので死に至る恐れがありました。マリアとドロテアは観察した貝が生きた芋虫や卵、昆虫標本、押し花、ブランデー漬けにしたカエル、ヘビ、ワニなど2年間で集めた膨大なコレクションを持って1701年に帰国します。病気であるにもかかわらず芋虫も持ち帰り、サナギからとても変わったガが孵化したと船内でも観察を続けて記録を残しています。病気であるにもかかわらず芋虫も持ち帰り、サナギからとても変わったガが孵化したと船内でも観察を続けて記録を残しています。帰国したマリアはまさにスターでした。著名な学者や富裕層の家に招待されて、スリナムでの冒険について質問攻め。自宅には持ち帰ったコレクションを見たい来訪者がひっきりなしに訪れます。マリアはこの持ち帰ったコレクションをもとにまた虫の本を出版します。スリナム産昆虫変態図譜。巨大なスリナムの昆虫を等身大に描いて1ページに収めるためとても巨大な本です。最高級羊皮紙を使って60もの図版が掲載された本になりました。ちなみにこの本は予約販売でクラウドファンディングのように資金調達した上で出版されましたが、手間暇かけすぎてこの本では利益は出なかったようです。目の肥えた美術愛好家と昆虫と植物に興味のあるアマチュア博物学者の両方を喜ばせることを目指し、自然を愛し研究するすべての人に捧げるとマリアが語った4年の歳月をかけて1705年に出版されたこの本。1754年にはイギリス国王ジョージ3世が買い求め、現在ウィンザー城のロイヤルコレクションに収蔵されています。わずかに今でも流通している本もあるようですが、何千万円支払っても手に入れられるかわからない、とても貴重な本になっています。マリアは出版後も画家としての活動も昆虫学者としての研究も続けます。長女のヨハンナは夫と共にスリナムに渡っており、ヨハンナから送られてくるスリナムの標本をアムステルダムで販売する商売もやっていました。1711年64歳のマリアを訪ねたある学者は、彼女は快活でよく働き丁寧な人で、彼女の家は昆虫、植物、果実の染料画と少なくとも50点のスリナムの動物の水彩画で埋め尽くされていたと書き記しています。最後まで精力的に活躍したマリア、1717年69歳でその生涯を閉じます。脳卒中でした。マリアが亡くなったまさに同時期、ロシアのピョートル大帝がマリアの水彩画300点と研究帳を購入しました。マリアの水彩画は貴賓宮殿に飾られ、娘のドロテアはピョートル大帝のお抱え芸術家としてロシアで暮らしました。マリアの名声は死後も高まり、収集家は彼女の作品を愛し、アメリカ大陸を一度も旅したことのない生物学者たちが彼女の染料画と記述を利用して自分では見ることもできなかった昆虫を分類し学名をつけました。植物学や動物学の挿絵画家たちはこぞって彼女の絵を手本にしました。19世紀になって昆虫学が立派な学問として認められると、マリアが女性であったこと、現地のインディアンの話に基づいて描いた絵が数点あったことなどから、マリア・ジビーラ・メイリアンの研究は素人のご婦人の趣味に過ぎないといった、マリアの研究成果を貶める運動が起こり、マリアの成果は一時忘れ去られますが、1974年、ソビエト科学アカデミーがマリアの水彩画50点、そして2年後にマリアの研究帳を出版して、17世紀にこのような驚くべき芸術家、科学者がいたのだと再注目を浴びます。19世紀にマリアを批判していた昆虫学者たちで実際に熱帯雨林を冒険していた者はおらず、マリアが見た驚きのスリナムの昆虫の生態を信じることができなかったのです。
また、マリアの芋虫の線描画はとても正確で、彼女の描いた芋虫はほぼ、すべて、どの種類の芋虫か同定することができました。生態学者たちは、はるか300年前に、自分たちの先駆者がいたことを知ったのです。2013年4月2日、マリアの366回目の誕生日に、Google はトップ画像にマリアの絵を採用してその業績を称えました。マリアの死後、1719年、マリアの娘ドロテアが再出版したスリナム産昆虫変態図譜の扉絵には、自分の本を見下ろすマリアと、彼女の収集した標本の分類、整理を手伝う天使。彼女の後ろのローマ式アーチの窓越しには、当時のスリナムで蝶を採集中のマリアが描かれています。もし、この動画があなたにとって役に立ったり、興味のある情報が少しでもありましたら、ぜひ高評価ボタンを押してください。このチャンネルを応援していただけると嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。